空間ラジオ。はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。はい、今回はね、まあ俺は基本的に迂闊にドラマを見ちゃいけないっていう話なんですけど、月9見たのさ、相葉くんのやつ。まあ見る気は全くなかったんだけど、まあたまたまテレビをつけてて、まあいいや流しとこうかなと思って流してたのさ、相葉くんのね月9のドラマを。気づいたら見入っちゃってて、でもう気になっちゃってね、続きが。で来週も見ようかなと思ってるわけなんですけども、俺ねドラマにはまりやすいんだよ。あの渡る世間もそうだったし、渡る世間なんて全く興味なかったよ。なんだあんなもん絶対見ねえよと思ってたけど、まあその彼女と同棲してて、彼女が渡る世間見る人だったから、そのテレビもね1台しかなかったからさ、で一緒に見てたら俺の方がどっぷりハマっちゃってさ、まあそういうこともあったし、ドラマっていうのはねダメだな、ハマってしまうな。まあハマるのはいいんだ、いいっちゃいいと思うんだよ。その毎週決まった時間にその楽しみが待ってるわけだから、それはすごく幸せなことだと思うよ。ただね、そのドラマのその1時間という時間を毎週決まった時間に奪われるわけじゃん。その言いようによっちゃね、奪われるわけじゃん。そういうことなのさ、奪われたくないのさ俺は時間を。けどね、もう月曜日奪われちゃうな。あと今週かな、4月の16日のドラマキムタク、テレ朝のやつね、それも見ようと思ってるか、もうそれを見ること決まってるから、これで俺あれだよ、1週間のうちに2時間もドラマに時間を割かれることになるわけだよ。大変だぜ大変だぜこれは。いや、あのね、相葉くんのは面白かったです。面白かったな。初めてかな、相葉くんのドラマ見たのは。面白かったかな。面白かったです。来週も楽しみにしてますという話でした。はい、以上です。終わりです。またな。